はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、珍しくハイウォール。皆様のお墨付き。これ声優のね、あれですね。プライベートブランド、声優の、声優という、まあ、これなんだ、スーパーのね、スーパーマーケットの、3年貯蔵スコッチ仕様ハイボール。糖類ゼロ。糖類ゼロ、プリン体ゼロの、アルコール度数がなんと 9%。これ強いなぁ。ほう。3年貯蔵スコッチ仕様のハイボールって結構珍しいっすね。原材料はウイスキーとスピリッツと糖類。添加物が香料と酸味料とカラメル色素となってます。値段が確か90円ぐらいです。100円ぐらい。でも3年ちょうどスコッチ仕様っていうと、まあ、多分1000円ぐらいのウイス。1000円スコッチってことだよね。多分。3年ちょうどスコッチってどんぐらいのあれなの？クオリティ的にはどんな感じなのか。ちょっとわかんないんだけど。ちょっとここもまた勉強していきましょうか。3年貯蔵スコッチっていうのはいかがなもんかっていうことですね。で、先ほど今飲んでたんですけど、結構、リンですね。リンのハイボール今さっき飲んでたんですけど、で、今日もちょっといろいろ飲んでまして、結構連続して、3回ぐらい、3個ぐらい、酎ハイ飲んでます。前回、前々回、前々回ぐらい。スコッチ。スコッチウイスキー。ですね。スコッチウイスキー、ウィキペディアとは、イギリス、スコットランドで製造されるウイスキーのこと。世界では五大ウイスキーの一つに数えられる。これはね、まあどうでもいいんだけど。まあいいか。まあ後で飲んで。乾杯。ちょっと待って。ちょっと待って。ここに糖類ゼロって書いてあるんですけど。糖類ゼロ、プリン体ゼロって書いてあった。それなのに、原材料のところに、糖類って書いてあるんだけど、これどういうことなんだろう。ここに、なんか細かいところにいろいろ書いてありますね。本製品に使用しているアルコール中に占めるスコッチの原料、スコッチ原酒の割合は 20% ですって書いてある、ね。でも、糖類ゼロって書いてあるのに、ここに糖類って書いてあるのはどういうこと？原材料のところに糖類って書いてある、ね。これはある種、なんだ？どういうことなんだ？これは謎ですね。これは、ちょっと問い詰める、あれがありそうだ。だってここにさ、糖類ゼロって書いてあるの。でっかく。ハイボール、糖類ゼロ、プリン体ゼロって書いてあるの。で、ここにね、ここに糖類って書いてあるんですよ、ここに。ここに糖類ってこれ原材料って書いてあって、こう、ウイスキー、スピリッツ、糖類って書いてあるんだよね。これ謎ですね。糖類ゼロって書いてあるのに、糖類が入ってるの。ちょっと意味不明ですね。
味は、スコッチマニアのユッキーからすると明らかに甘い。やっぱ糖類が入ってるっぽいな。で、このリンのハイボール、さっき炭酸水で割って飲んでたんですけど、それが明らかに甘いですね。いや、まあ、ぶっちゃけて言うと、甘い方が、個人的には飲みやすいっちゃ飲みやすい。確かに。確かに飲みやすいんです。でも、いや、確かにうまいな。これはうまいですよ。いや、うまいってこともないんだけど、確かに、ちょっと甘さが、普通の、自分で作った自作ウイスキーとかも、自作ハイボールとかも、明らかにちょっと、3割ぐらいちょっと、甘さが、ちょっと甘い。ちょっと甘い。これ甘いっすね。これはボクチンがちょっと、まあ、電話しますけど、今、深夜の4時です。深夜の4時ですけど、一応電話してみましょう。0120-36 の36の0373。ちょっと電話してみましょう。一応ね。多分出ないと思うけど。こちらは声優お客様相談窓口でございます。ただいまは受付時間外となっております。受付時間は午前10時より午後5時まででございます。誠に恐れ入りますが受付ボケカスということで、まあ、謎ですね。これ今度、ちょっと、申し訳ない。今、深夜4時なんで、なんでお前深夜4時にこんなん飲んでんだよって話なんだけど。まあいいや。いや、でも美味しい。ちょっとこの甘さがあるのが、逆に、飲みやすいっていう、最近分かったんだけど、全く甘さがないチューハイに比べると、非常に胃に入るときに、俺結構胃が弱い、胃腸が弱くて、あれなんですけど、すげえ胃がね、胃にこう、なんだろうな、なんでなんか分かんないけど、まろやかな、口当たりなんで。胃が口だとすると、胃が口の中だとすると、すげえまろやかな口当たりなんですよ。それがちょっと、わかった。うん。この、まろやかな、ちょっと甘いんだけど、確かにちょっと甘さがあるんで、ちょっと、バーボンっぽい感じなんだけど、まあ、確かに味はスコッチなんだよね。うん、スコッチウイスキー、ウィキペディアで見ます。先ほど、まあ、言いましたけど。スコッチウイスキーとは、イギリス、スコットランドで製造されるウイスキーのこと。日本では世界五大ウイスキーの一つに数えられる。現在のイギリスでは、口述の通り、2009年スコッチウイスキー規則に、より、定義され、10日から、ごめん、ちょっとしゃっくりが、ちょっと酒飲みすぎてしゃっくりが、10日から発酵、蒸留、熟成まで、
スコットランドで行われたウイスキーの実がスコッチウイスキーと呼ばれる。麦芽を乾燥させる際に燃焼させる、泥炭、過去ピートに由来する、独自の煙のような香り、過去スモーキーフレーバーと呼ぶ。が、特徴の一つだが、銘柄によってこの香りの強さはまちまちである。これは確かにそうなんですよね。銘柄によってこの香りは非常にまちまちで、ね、全然弱いやつもあれば強いやつもあるんです。で、ウイスキーはイギリスにとって主要な輸出品目の一つであり、その輸出規模にはおよそ200カ国、日本円にして6000億円。かっこ、以下で取り上げられる値に関して、2009年のポンド、円相場、円為替相場は、1ポンド約146円。ウイスキーの全生産量のうち、およそ7割を占めているウイスキー。すごいですね。ウイスキーの全生産量のうち、およそ7割を占めているウイスキー。それだけスコッチウイスキーっていうのはすげえ、ウイスキーってことです。なるほど、ね。これ何年とかなかったっけ？ちょっとウィキペディアがものすごく多いんで、これはちょっときついですね。これ全部読んでると、話なんで。これ全部読んでると本当に終わらないんで。ウイスキーの熟成年数か。最低年数とか、スコッチウイスキーになかったっけ？なかったのか。ちょっとわかんないけど、最低何年、4年ぐらいウイスキー、熟成しないと、スコッチウイスキーとか呼ばれないとかって、聞いたんですけど、違うのか。違うっぽいですね。一応何年でもいいみたいな感じになってるのか。でも3年だったらまあ、十分じゃない？感覚としては、明らかにこの今飲んでたリン予感も美味しいですね。ただ甘さがちょっと気にはなるんだけど、この甘さがまあ、ちょっとやっぱり、甘い。つうこともないけど、ほのかに甘い。確かに甘い。普通に飲んでればわかるんだけど、スコッチウイスキーのハイボールって普通に自分で作ると明らかに甘くないんです。全く。甘くないんだけど、これはやっぱり甘いですね。でも、アルコール度数 9% で、この味だと、まあでも、確かに甘さがあるんだよね。でも、まあでも、ぶっちゃけた話、これ3年貯蔵って書いてあるじゃないですか。3年貯蔵スコッチ使用って書いてあるから、ジャパニーズウイスキーの例えば角瓶とか、角ハイボールとかあるじゃないですか。あれって何年貯蔵してるかって、皆さんわからないですよね。俺もわからないんですけど、おそらく何年って
あの、表記義務がないから何年か書いてないだけなんですけど。義務がないから書いてないだけ。つまり何年かはわからない。っていうことですね。と考えると、何年かわかんない。じゃあ、0.1 年ぐらいでもよくね?みたいな感じです。で、とりあえず色だけは、ね、あの、カラメル色素で、ごまかせばいいや、みたいな感じになるんですよ。でもこれは、3年ちょうどって書いてあるから、まあ、ごまかしてることはない、と思うんですよ、さすがに。スコッチ、3年貯蔵スコッチしようって書いてあるからね。まあでも言うても、3年貯蔵スコッチしようって書いてあるけど、じゃあ3年貯蔵スコッチをたった 1ml 使って、残りのこの 349cc を、別の1年貯蔵とかでもよくねっていう話になれば、それはそれで、問題になってくるんですけど。でも、実に、クオリティは高い。ハイボール結構俺、いろいろ飲んでますけど。まあ、1000円のハイボールぐらいの、1000円で買える、ウイスキー、スコッチ。これはまあ確実にスコッチですね。ジャパニーズウイスキーとか、あのバーボンウイスキーではないのはほとんどわかります、うん。飲むとっていうかもう飲んだ時に香りでやっぱりこれスコッチだなって大体わかるんですよ。まあ、まあ難しいかもしれないけど、結構わかるんですよ。でも、これ飲んでもらえたらわかると思うな。これはスコッチだなって。さすがにわかる。味なんですよ。これはまあ間違いなくスコッチなんですけど、どの程度のスコッチかっていうと、さすがに俺もね、3年貯蔵なのか、1年貯蔵なのか、2年貯蔵なのか、10年貯蔵なのかって、難しいですよね。でも、この感じでいくと、この味でいくとね、多分、1000円のウイスキーだと思います。ちょこちょここう、でもやっぱり、まあ、ほぼ間違いない。1000円のウイスキーでしょ。さすがに。騙すっていうか、まあ、3年貯蔵が多分1000円のウイスキーなのか俺もわかんないんですけど、まあ、ほぼ100%、俺が思うに、この味は1000円ウイスキーです。これを飲んだ限りでいくと、性のウイスキーなんですけど、ただし、結構邪魔になってくるのがこの甘さなんですよね。さっきも言いましたけど、こう、糖類ゼロって書いてあるのに関して、なぜか糖類って書いてあるんですよ。で、明らかに甘いんですよね。これ糖類入ってないってことはないと思うんですけど、なんで糖類ゼロって書いてあるのか謎なんです。これが気になるけど、まあ、100%、ほぼ 100% 俺の中だと、これ、糖類入ってますね。明らかに甘いんですよ。甘い。これがこの、って感じ。でも、スコッチなのは 100% わかるね。これは明らかにバーボンとかジャパニーズウイスキーとか、
まあ、スコッチだなってのは大体わかる。ただね、明らかにね、甘いんだよね。これ難しいっすね。でも、クオリティは高いんですけど、甘いんだよ。これはちょっと難しいな。これちょっと難しいね。これ次の、明日？フリーダイヤルにちょっと問い合わせる動画あげますね。申し訳ない。ちょっと待ってもらえますか。これは、でも糖類が入ってるのはほぼ間違いないと思うんですけど、それなのに入ってないとかいう、コールセンターで、それ入ってませんよ。糖類ゼロって書いてあるんだけど、多分糖類ゼロ、糖類ゼロです。砂糖とか一切入ってませんとか言ったら、俺の舌が間違ってるのか、もしかそいつが嘘ついてるのかっていうのは、まあ、わかんないですけど、これ俺の感覚から言うと確実に甘いですね。これスコッチのハイボールの甘さじゃないですよ、これ。明らかに人工的な甘さがある。砂糖の甘さがあるね。これ飲んでみたら絶対わかると思う。みんな。でもこれおかしいよな。やっぱ糖類ゼロって書いてるのおかしいよね。これ怪しいなぁ。いや、でもまずかないんだけどさ、やっぱ甘さがあるんだよね。でもやっぱりでも、まあそういうことなのね。でもやっぱり、でもクオリティは高いと思うんだよ。甘さがなければの話。甘さがなければの話なんだけど、かなりクオリティはこれ高いんだよ。ただね、甘さがあることによって結構、なんか、ハイボールのチューハイみたいになってる。チューハイボールみたいな感じになってる。なんかおかしい。ハイボールって普通砂糖入れないんですよ。当たり前だけどね。でもウイスキーと炭酸入れてさらに砂糖入れるかっていうと入れないでしょ。だからどうにもこうにもおかしな甘さがあるんだよな。わからん。これ何を意図しているのかが全然わからないけど、まあこんなもんだよな。343433です。3433です。こちら次の動画でまたフリーダイヤルに、かけまして、これどういうことなんだということで、そういう動画あげますんで、ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。